上層市地域交流センターは、茨城県上層市新石毛にある天守閣を模した建築物。通称は、豊田城で高さは48.5メートルあり、上層市で最も高い建築物である。歴史の町として、信仰を図ろうと考えた石毛町が建設したホール、図書室、歴史資料館を格とする複合施設である。 通称と同名の城があったことは事実であるが、史実の豊田城は天守閣を持たぬ城であり、位置も異なる。建物は鉄骨鉄筋コンクリート構造の地上7階地下1階建てで、延べ床面積は5110平方メートルである。外観は白壁に薄緑色の屋根という配色で、国道294号沿いに土地上として現れるが、 周囲の田園風景には調和している。館内には1100席のホール、図書室、展示室、展望室などがあり、ロビーと図書室以外の施設は有料である。7階の展望室からは関東平野が一望でき、天気が良ければ東京スカイツリーまで見通せる。開館当時、石毛町は、眺望を秀吉の気分が味わえると宣伝していた。 掃除業費は21億7000万円で、うち建設費は18億3000万円であった。館内のエレベーターは6階まで上がることができる。上層市で最も高い建築物であり、天守閣としては大阪城に次ぐ高さである。県央道上層インターチェンジからもよく見えるため、上層市の観光拠点として位置づけられている。また関東。 東北豪雨で大きな被害を受けた上層市の復興のシンボルとして、クリスマスのライトアップなどの祭事が行われている。1989年3月、有機郡石毛町は、自治省の町づくり特別対策事業を活用して、石毛町地域交流センターの建設に乗り出した。石毛町は平野正門ゆかりの地であり、町内に豊田城跡があることから、歴史の町として、 観光振興を図るべく、天守閣風の建築物とすることに決定した。史実のトヨタ城は、天守閣を持たない館であったため、郷土史や歴史家教師、文化人らは難色を示したものの、反対運動が起きることはなかった。しかし建設工事が進み天守閣が姿を見せると、雑誌で批判的に取り上げられ、建設費の高騰も重なり、 町民の間から困惑する声が上がるようになった。これに対し石毛町役場は広報誌を使って町内外から賛同の声があり2億4000万円超の寄付があったことや館内施設の大部分は有料で筑波研究学園都市の視察者の利用が見込めることを発表し不安を解消させようとした。なお、豊田城を建設していた平成時代初期は日本各地で 天守閣や大矢倉など城閣の主要部を復元する動きが高まっており、1994年時点で17条も建設されていた。1992年10月16日、1000人が出席して落成式が挙行された。平成の築城ブームで建設された城の多くが集客に苦戦する中で日本国内で最高額をかけたトヨタ城は、 多くの人を集めることに成功した。1998年2月24日、茨城県庁の主催で、大好き茨城文化の集い98が開かれ、道門府有事が特別公演を行った。2004年10月31日には、石毛町出身の鈴木啓事が、アテネオリンピックの柔道競技で、金メダルを獲得したことを祝う、優勝祝賀会を開催し、 翌2005年10月16日には、世界柔道選手権で、鈴木が、金メダル、小野隆が、銅メダルを獲得したことを、祝い、鈴木、小野良選手の栄誉を称える集いを開催した。この頃には、年間8000人ほどが来館していた。2011年4月6日、東北地方太平洋沖地震で、校舎、体育館が立ち入り禁止となった上層市立。 石毛西,西中学校の入学式を挙行した。2015年9月、関東、東北豪雨の際には避難所として活用された。一方で、トヨタ城自体も電気系統、冷房、トイレに被害を受け、復旧工事に入った。上層市では2016年度に公共施設白書を作成し、トヨタ城も施設のあり方を検討する対象となった。 三海道ッスナロの里の改革でうまくいった事業化協議とサウンディング型市場調査を豊田城に対しても実施したものの事業化協議で方向性を打ち出せず市場調査では民間との直接対話ができなかった2017年4月29日に展示室と展望室を関東東北豪雨以来1年8ヶ月ぶりに再開し長塚武士の単価を プロジェクションマッピングで投影する設備が導入された。この改修工事には地方創生加速化工付近を利用した。2018年4月28日から5月6日にかけて泉谷茂が総合プロデュースを手掛けるガンバッペ。上層フェスティバル2018が開かれ、館内ロビーで泉谷のアート作品が展示された。連日の泉谷によるトークショーも開かれた。上層市では トヨタ城の活用策を再検討し、2019年2月にスーパームーンが観測できることに着目した超寒月会を企画した。2月19日の当日は、雨天の中、通常開館時間の終了後の16時50分より超寒月会を開始し、ロビーでのコンサートや特産品の販売などの祭事を開いた。肝心の観月は種類を飲みながらの鑑賞を許可し、 終了間際に少しだけスーパームーンを鑑賞することができた。2019年3月にすべてのリニューアル工事が完了し全面再開となった。これに合わせて2万5000分の1の立体白地図模型に様々な情報を投影することが可能な上層紙立体投影地図が4階に新設された。2020年3月3日から3月31日まで。 コロナウイルス感染症の流行に伴い臨時休館した。ありがとうございます。